こんにちはるんです、えー、と今日は、えー、とホームページとか、まあ、ブログの URL の URL をめっちゃ短くする方法をご紹介したいと思います。えー、とどんな時にその URL を短くしたいかっていうと、まあ、例えばですねあの私の これホームページなんですけど、この申し込みページでありますよね。こういう、これ、このリンクをどっかに、えっ、ー、とリ、リンクをどっかで紹介したいってしますよね。で、この、うん、とこの URL のところがこう、日本語になってるやつは、これを、うんと、紹介しようとすると、例えばね、ツイッターの中でこれを紹介しようとすると、今の、 URL をコピーして貼ったこんんなになるんですよであのツイッターとかって文字数の制限があるじゃないですか。でここの長い URL をどうにかしたいって思った時にどうするかっていうとえっとね、まあ、何でもいいと思うんですけど私の場合 URL のショートとかって入れると Google の URL をこう無料で短くしてくれるサービスが出てくるんですよ。 で、ここに自分の、あの、短くしたい URL を入れて、で、ここをピッと押す。すると、えっ、ー、と、ここね、ダンっていうのを押すとね、ここに出るんですよ。今、0ミニッツアゴ。あの、この月に一度のウェブセミナーもやもや解消になっちゃうからでめちゃくちゃ長い URL がこんなになったんですよ。こんな短いで、ここを押すと、えっ、ー、と、コピー。短くなったのコピーできるので、まあ、これを例えば Twitter で紹介したいなと思ったらこ、これだけで文字数が済むっていう、めちゃくちゃ便利です。あとラ LINE アットで、あのー、なんか URL を紹介する時とかも、こうやって短く。 して紹介するっていうことができます。ぜひ使ってみてください。以上です。ありがとうございました。